カフ駅は島根県浜田市カフ町にある西日本旅客鉄道3位本線の駅である相対式ホーム2面2線と補線用の側線1線を有する行き違い可能な地上駅駅舎は上りホーム側にあり下りホームへは地下道で連絡しているかつては各ホームに待合室があったがホーム上の待合室は2021年冬に解体撤去された 浜田鉄道部管理の無人駅だが、かつては当駅にも駅員が配置されていた。乗車駅証明書発行機も撤去された。1日平均の乗車人員は87人である。2004年度は100人、1994年度は188人、1984年度は238人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。快速。 アクアライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。かつて下りホームの向こう側から線路を付設し、壁線とつなげて、今福線という引用連絡線を建設することが計画されたが、戦時中であったため後はレールを敷くだけになっていた、路盤に工事ができず、その後の水害で路盤が崩壊し未成線となった。その後は浜田駅から新線を建設することとされたが、 当時の国鉄の赤字によりこれも完成しなかった。ありがとうございます。